自立と依存どっちを選ぶかが二極化の鍵。君を幸せにできるのは君だけさ、だから一緒にマンマミーしようよ。バンマの私をマンマ見て愛してマンマミーに目覚めよう。ありのままの自分らしさを表現するワクワクライフを一緒にエンジョイしようぜ。神自分軸マンマミーを伝授するマンマミー先生、タカピーこと、タカヒロ&サトコー。だかんね目ということで、ちょっと目がずれたけど、そこら辺のご容赦願いたいっつってね、姫ちゃんのこのね、可愛さでご容赦くださいっていう感じなんだけども、今回はね、二極化っていう話がさ、もうどんどん進んでるんだけども、そこはもうまさしく、依存なのか、自立なのか、自立なのか依存なのかっていうね、その、どっちを選ぶかで決まるよっていう話をさせていただこうかと思います。で、今回の動画を見ると、あ、自分はこっちを選んでるんだなっていうね。まあまあ、もちろんこのチャンネル見てる人は、依存じゃなくて自立の方を選ぶっていう人を前提で話していくんで、ね。依存の人に対しては結構厳しいこと言うけど、ね。はははっていう感じで、神回チェキラメって感じなんだけども、まあ、俺自身のやっぱり体験からしか話せないからさ、自分を振り返ってみたら、まあ自立、ね、自分を生きる、マンマミーを生きるっていうのはさ、まさしく自分で自分の幸せを決めて生きる、自分を表現して生きるっていう人生だから、まあ、どんどんもちろんね、経済的にももちろん実家から出て自立して、サラリーマンとかね、雇われ人じゃないから、独立して仕事もしてるんで、自立してるんじゃねえかなと思いきや、本当に深く根深く、やっぱり人のため、もっとね、その根本に立ち返れば、親のためみたいなさ、で、家族のため、みんながハッピーになるために自分はどう生きたらいいのかっていう、外軸、他人軸で、ね、要するに、依存なんだよね。自分の幸せを自分で表現して作るじゃなくて、結局、誰かが喜ぶから、なんか、一見聞こえはいいけど、これ本当に全然違うわけ。ね。答えを持ってるのは、外じゃないんだよね。だから外側に、いろんな発信者の人がいるし、俺らもね、俺らで言いたいこと言わせてもらってるけども、誰も答えを持ってないのよ。ね。自分で、自分の感覚をマンマミーしてね、マンミーだって急に楽しちゃった。マンマミーして、そして自分で選択をしていくっていうのが、本当に自立の人生なんで、だからね、ここはね、まぁ、ちょっと、今日佐藤子とまたいろいろ話しながら、愛するお前さんにも、ああ、いろいろとまたなんか気づきが起きてる、共振が起きてるみたいなね、そんな有意義な時間にしてもらえたらなっていうふうに思うんだけど、どう？なんか。私はね、まあ、経験から言うと、私はもう早く自立したくて、自立したくてしょうがなくて、ね、早く出てきた。高校卒業してね、もうね。うん、で、経済的に、もうこの自分で働いて、一人暮らしして、その、形上では自立したって思ってたんだけど、40過ぎたぐらいで、なんか環境変えるかなんかの時に、ふっと、親に怒られないかなっていうのを無意識にふっと思ってる自分を気がついちゃった時に、私まだそんなの持ってんだと思って、めちゃめちゃすごいなと思って、なんか自分で笑っちゃいましたけどね。いや本当にね、これマジで根深くて、だから俺も経験から言うとね、いろんなクライアントさんのカウンセリングとかセッションとかさ、ヒーリングもね、含めてやらせてもらったりとか、瞑想をね、お教えしたりとか、オンラインサロンでもね、コミュニケーション取らせてもらったりとかしてるけども、まあ、はっきり厳しく言っちゃうけども、これもう本当にさ、ここだけは言っとかないと、申し訳めんごだから、実家暮らしは無理ー！実家暮らし。ごめん。本当に無理。論外だよね。論外。これはお話になりません。それはもうちょっと置いといて、そう。そこじゃないところからのね。まあまあ、でも一応なんで実家暮らしが無理なのかっていうのを言うと、やっぱり今言ったように、こうやって、親と離れて暮らしてる俺らですらも、すごい根深く、結局、親から承認されよう、親から愛されようみたいな、なんか、そうすることで幸せになれるんだっていう根深い思い込みが、ようやくね、
すごい手放されたっていう実感があるぐらいなんで、親と暮らしてる以上は絶対にさ、あの親の顔色を伺って、で、うん、親にどうにか私のこと分かってほしいとか認めてほしいとか、なんかそういう次元でのやり取りにしかならないじゃん。だから、うん、あの、いけないって言ってんじゃないんだよ。別にあの、実家だから出なさいなんて言いたいわけじゃなくて、別にあの、二極化だ、なんだとかもう気にせずに、好きに生きたらいいから、それは、それで、それもね、あの、自分の選択だから、全然良くて、ただ、それはだからもう論外で、あの、片付けちゃうけども、まんま見でやっぱり自立して生きていくっていう時には、なんだかんだやっぱり、自分の幸せの責任は、自分でしか取れないっていう、その、主体的な生き方、なんか、重たい意味じゃなくてさ、でもだってそうじゃん、誰かがだって別に俺らも含めてさ、発信してる誰かがさ、お前さんの人生の責任取ってくれるわけじゃないし、で、覚醒だのね、アセンションだの、目覚めだの、まあ、スピリチュアルの観点からもさ、あの自分を生きるみたいなことがやっぱり発信されてるんだけども、発信者の人が答えを持ってるっていうあり方の人は確実に依存してるんで、あ、そうだね。あの、どんなに有名で、どんなにすげえなんか答え持ってそうなことを言ってる人に、あの、フォロワーとしてくっついてても、まあ、むしろ、フォロワーとしてくっついてたら、おちゅーおちゅーってね、本当に、ごめんなさいね。あの、それは、まあ、愛するお前さんに対するごめんなさいねじゃなくて、その、見てない人にね、ごめんなさいね。愛するお前さんは、きっとそうじゃないと思うから、そこかな。だからそれがもしタカピーがね、あの、今まで発信してきたこともなんかおつおつおつかってなんかカッパしてきたから、うわ、なんかこいつ一番知ってそうだなと思ってフォローしちゃった人もおっとぅーってタカピーも答えじゃないよつって、だから そこがあの、頭で生きてる人生だよね。何かそのこの人についてけばいい思い、幸せにしてもらえるんじゃないかみたいな、だからやっぱりそこじゃない？今二極化が進んでとかさ、いろんなことが起きてみたいな話がされてるけども、なんかこの人が言ってることが正解正しいからついていこうじゃなくて、なんか自分と共振するなみたいな感覚で、あの、別に誰かね、特定の誰かって決めなくても、なんかいろんな人の情報を聞きながら自分で取捨選択して、あ、私は今こういう感覚だから、この人の言ってることと共振するなみたいな、うん、ちょっと前はこの人と共振してたけど、もう共振しなくなってこっちの人と共振するなみたいな、かな。だからね、なんかね、そこかな。だってなんか自分の経験からやっぱりいろんな人と関わってきて、なんかタカピーがその答えを持ってるから、タカピーに気に入られる答えを提示しようっていう人がやっぱり実家暮らしの人はもう全員そうだったし、で、なんだかんだうまくいかないと全部タカピーのせいにしてくるみたいな。そうだね、なんかそうなっちゃうじゃん。だって結局依存系の人たちは、なんか全て外側のせいなんだよね。そうそう、その親のせいだったり、その例えばタカピーみたいにこう、あの、発信者で言ってる、信じてたのにみたいな、だからうまくいかないのはお前のせいだみたいな、でも、自立をしてる人っていうのは逆で、あなたのおかげで今の私があるっていう風に、なんかもう湧いてくるよね。なんかおかげさま、お互いさまみたいな、やっぱりフラットな関係性になってくるから、だから、いや、もうそれ言い悪いはないよ、もうそれは俺の素直な感覚だけども、やっぱりすごいカリスマがいて、答え分かってます、私は何かを分かったすごいやつですみたいなところにこう出来上がってるピラミッド構造のコミュニティっていうのはもう依存じゃない、強依存じゃない、で出来上がってると思うよ。あの、それは本当にあの知識とかじゃなくて、もうここ数年の実体験 で自分も引っ張っていかなくちゃいけないカリスマというかさ、カリスマにならないまでも、でもやっぱりある種その分かったすごい誰かにならないと人を導いてあげられないみたいな、あの、そういうなんていうの、自分にならないと親が認めてくれないみたいな思い込み強かったから、だからそうならなくちゃならなくちゃってやっぱり頑張れば頑張るほどそういう依存する人たちを作り出すし、自分の人生に責任が取れない人の責任にしていく人たちを集めてしまうというか、で、いいんだよ。なんか俺本当今となっては、昔はそういった人も全員なんか
自立の人生にしてあげなくちゃみたいなおこがましい余計なお世話プレイしちゃってたんだけど、いや、いいじゃん別に。あの、そうそうそう、うちの猫たちといえばさ、あの、この子たちは依存ですよ。だってね、野生で暮らしてる猫たちは自立だけど、もうこの子たちは確かに長生きできる、20年とかね、猫はあの暮らしたら、外で暮らしてる猫たちは5年ぐらいで死んじゃうらしいから、でもどっちが幸せなのかって、まあ比べようがないんでね。わかんないよね。そうそう。だから、でもこの子たちは間違いなく依存ですよ。あの、うん、言うんであればね。うん。だから別にどっちが正しい、間違ってるもないし、うんうんうん、あの、まんま見して生きるっていうのはやっぱり一つすごい恐怖も伴っていくし、うんうんうん、あの、苦しい、辛い、悩みみたいな、その自分って何なんだろう、この自分を表現しようみたいなやっぱり苦しみっていうのは逃れようがないんで、だから俺結局ね、今までの人生ってそっから逃げたかったんだと思うよ。自分を表現することを。だからお笑い芸人やってもやっぱり頑張って頑張ってもなんかうまくいかないみたいな、承認の気も強いわけだからさ、うーみたいな感じであーってなっちゃったりとかしてたのも、結局なんか新しいネタも作れないとかさ、どうしようこうしようみたいな、なんか結局自分じゃない自分を表現しようとしてたから苦しかったんだなって今となっては思うけど、で今はさ、今ですら何なんだろうこれみたいな、なんかでも今はね、おかげさまでまんま身深まってるから、体がすごいすぐに知らせてくれるのよ。もうそれはお前嘘ついてない自分にみたいな、なんかやってて楽しくないでしょみたいな、てか体の調子もなんか胃がパンパンに張ってますけどみたいな、なんかね、それをすぐに知らせてくれるから、あ、もう無理せずに等身大のなんか自分で表現するしかねえじゃんみたいな、うんうん、ある意味追い込まれてるわけですよ。だから確かに、ね、それがなんかさ、うんうん、なんかこう、スピリチュアルのこうふわふわしたなんかポジティブな表現ばっかり聞いて、なんかこう苦しみがなくなって楽になんかさ寝ながらずっと暮らせますみたいな、なんかそこにさ、なんていうの、自分で等身大って表現がどん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 深まってくると、いや、なんかすごい好循環していくっていう感覚になっていくと思うけど、やっぱりね、生みの苦しみって絶対にあるんで、そうだね、で一旦さ、そういう表現ができるようになったって思ってもまた変わっていくじゃん自分が。だからね、タカピで言えば昔の YouTube の配信とかね、うん、今よりもなんかすごいテンション高くてノリノリで話したりとかしてて、あの時ってすげえ楽しかったなとかって過去振り返って、うん、その時の動画見ても、うん、全然楽しくないの今見ても。そうなんだ、うん、なんか全然違う、エネルギーが違うんですよ。だからその時に届けなかった相手とも今違うし、さっき言ったように依存してしまう人を助けてあげなくちゃみたいな。そうだね、それ強かったね。そうだから依存する人たちをたくさん集めて、で自分だって答えなんか分かりっこないし、わがんねえにくつろいでとかって言ってきたんだけども、でもなんだかんだその人たちを助けようみたいなことをしてきたから引き合っていくし、うん、俺は俺でその人たちに依存しちゃうわけじゃん。そう、お互い依存して、そうそうそう、共依存だよね。そうそう、タカピーは親兄弟との関係性の中で依存する人を助けないと幸せになれないと思い込んでいたんだかんね。俺は本当にぶっちゃけね、もう俺がそうなんで、あの、自分一人でマンマミーはできません。本当に不可能。自分を知るために他人がいてね、他人を通じて初めて自分は知れるのだから、いろんなさ、色があるじゃん。ね。何色全部で。全部でってのはないの？無限な色があるの？ね。でも、まあ、例えば赤だったら、赤が赤であるためには、赤以外の全ての色がないと赤は赤であれないっていう、なんか昔からそういう俺、例え使ったりとかしてたけど、うんうんうん、本当にタカピーがタカピーであるためには、みんな自分とは違う全ての、まあ、存在が必要でさ、それをひっくるめて自分を知っていくから、で、そんな中でも、うんうん、共振していくような人たちとつながっていくと、うん、本当になんか似たような深いところで解放が起きたりとか、うん、また表現する楽しさみたいな、喜びみたいなのが分かち合えるようになっていくんで、だから今はもう本当に二極化の鍵ってね、一応今回テーマで言ってるけど、もう本当に二極化してるし、うん、あの、で、二極化した自立を選んでる人のな、ね、世界の方では多極化してるわけじゃない。一人一宇宙というか、うん、自分を表現していくみたいな、うん。で、依存のやっぱり方向を選んだ人は、自分の外に答えがあって、うん、それをなんかこう選択して、全部その、まあ、カリスマというか、答え分かったよって
言ってる人たちの、まあ、責任にして生きていく、ね、うん、だから、まあ、もちろん実家暮らしは本当にお話にならないし、うん、なんかね、まあ、実家暮らしって言ってもほら独立したりとか自立して親御さんの面倒見てる人とか、あ、そうそう、それはもう全く別で、うん、全部ほら親にね、あの家事から何からみんなやってもらってるっていう意味の実家暮らしでしょ。そうそうそう、ね、だからだってうちらがさ、うん、私とかが実家帰ってもう50だけど、50で実家に帰っても、うん、帰ったらやっぱりさ親と子供でさ、うん、中学校の時の自分みたいな、なんていうの、あ、そういう関係性になるよね。そう、関係性に絶対なるんですよ、うん、なるなる。それが たかだか3日ぐらいでもそういう状態なのに、うん、それがずっとだとずっとそのままじゃん。そうそうそう、ね、ずっとするよね、考えたらね。だからそう、もうただでさえずっと実家に住んじゃってる人は親に文句をこう感じながらも、うん、なぜか一緒にいるっていう選択をしながら、うん、同じような感覚あり方で、うん、そのなんていうの、自分の先生を探してるというかさ、だから一緒だ、一緒なんだよね、やってることは一緒なんで、まあまあ俺本当にいろんな人と携わってきて、あの年齢関係なしに無理、あのそこは本当に無理なんで、あのそれはもう、あのもし登録してる人いたら登録解除してもらって、本当に申し訳ない、もう役に立てないから、絶対に、あの絶対に役に立てない、 100%200%300% って決めたから、ママミサロンも実家暮らしの人は入れないっていう風に本当にこれ決めてるんで、う、ね、うん、無理無理無理、ごめんなさい、本当に瞑想しても何も変わらない、別に変わらない変わらない、無理無理無理、うん、でもう実家暮らしじゃない人たちですら段階があるから、そうやっぱり逆にさ、あの子供に依存しちゃってるタイプの人もいるし、いや、あのこのパートナーシップでも共依存みたいなことを起こしてるパターンもあるし、いやだからやっぱり外側に答えがあって、なんかそれをこうなんて、やっぱり俺は不確かでも荒削りでもなんでも自分で表現していくことだと思う。だって自分が自分の宇宙をさ、あ、作ってる創造主であって主役なわけだから、うん、だから、そうだね、うん、あ、そこは本当に声を大にして言いたいところかな、うん、まあ、だからぶっちゃけすごく、なんか他の人たちが言ってるようなことが正しいのかなって、俺自身も他の発信者の話とか聞いてると揺さぶられたりとかすることも多々あったし、でもやっぱり自分が主体でその時その時に必要なメッセージをなんかキャッチするみたいな感覚で、うん、今も情報を取捨選択して、うん、あ、なんか最近すごい素敵な発信者の人も多いんだなみたいな、で相変わらずやっぱりピラミッドになってるところはもうそれはそれで OK だった。あ、そう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 、うん、なんかそれはそれでね、そんな感じかな、うん、自立してる人はやっぱり主体性があって、なんかすごく、うん、あの行動も起こすし、うん、なんか努力家というか、うんうん、まあそうでなくちゃいけないなんて言い方をしたいわけじゃないんだよ、うん、ただやっぱりね、頑張って戦ってきてるかな、なんか苦しみからただ逃げたいって思うことすらも含めて戦ってきてる、うん、戦ってきてるというか、あの痛い思いをちゃんとしてきてるよね。そうそう、逃げずにね、あの例えば恋愛だったらちゃんと失恋もしてきてるとかさ、うん、あ、そうそうそう、恋愛はめちゃめちゃ本当に人生の深い学びなんで、うん、そうそう、だから そういうね、痛い思いをちゃんと、うん、味わってきた人、そうそう、で味わってきた人であって、うん、なおかつその痛みがまた起きることを引き受けられる人、あ、そうそうそう、もう痛みを感じたくない、傷つきたくないって、もうそれで塞いでしまった人はそこでもう依存の人生なんで、うん、そうじゃなくてもう変化していくから、うん、もう痛みも傷つくこともだから苦しみも、うん、辛さもね、苦悩みたいな、あ、いろんなものもこの先も起きてくるっていうことをもう引き受けて、それを全部、まあ、包括してのまんまみ超ハッピーライフ、そうそう、本当そうだよね。だってだから切れ事じゃない、本当に切れ事じゃないの、だから本当に、だってみんなさ死ぬ時一人じゃん、うん、でもう自分の周りの人たちだってさ、どんなにこういうパートナーだってさ、はい、どっちかが先に死ぬわけだしさ、まあ、ちょっと先にね、ぜひあの僕は亡くなった方を選ぶっていうのを決めてるんでねそういうとこビビリだよね。そうそう、絶対本当にビビリだから、本当に、いやでも寂しがり屋だし、本当に、うん、結局本当にね、自分しかいないんですよね、うんうん、そんな感じでね、今回はおしまいになりますんで、俺たちと一緒にね、どこまでも自立してね、まんまみちょハッピーライフをエンジョイしていこうぜっていう感じで、今日もまんまみまんま
めチャンネル登録、グッドボタン、よろしくね。実家暮らしの人に最後、一言言って。そこじゃねえ。そこじゃねえ。バイバーイ。